今年こそ、コミケに参加したい。どうも、ヨシキです。というわけで、えー、っと、ちょっと置くか。はい、皆さん、こんにちは、ヨシキです。というわけで、今回なんですけれども、今回はですね、遅れながらなんですけれども、コミケ C97、えー、で購入した作品をですね、今回はご紹介させていただきたいと思います。うわー。 というわけで今回は多分ね、20作品あったかな ?20 作品ないぐらいちょっとね、あの、購入させていただいたのでね、まあ、僕委託なんですけれども、ちょっとね、順番にご紹介させていただきたいと思います。はい、というわけでちょっとね、一番最初ね、あの、ご紹介させていただくのは、あちき先生ですね。なんで一番最初かっていうとですね、最近ですね、あの、ライトノベルとかでもよくご紹介させていただくので、せっかくなら一番最初に紹介しようかなと思いまして。でですね、今回が、えっ、ー、と、会場限定のやつかなわかんないんですけど僕メロンブックスで買ったんですけども、こういったあの、 あの、なんて言うんですかね、あの、カバン、カバン手提げ袋とで、こちらがですね、カレンダーがですね、ついてきたんですよ。いや、これね、あの、カレンダーね、あの、結構僕最近重宝してるので、あの、本当に嬉しいんですよね。で、それにプラスして、えー、っとー、これがポストカードとなんだっけかななんかリーフレットみたいなのがついてきて、それプラス、新刊という形になります。はい、というわけで、ポストカードはこんな感じになっていまして、 で、それプラスに、ええー、と、そうですね、あの、過去のあの、イラスト、あの、ピクシブとかあの、ツイッターに、 アップされていたイラストをまとめたまとめ本というかリーフレットみたいな感じもしますけれども A が入っているのとこちらが新刊となっておりますまあでもこれなんか両方とも同じデザインだからなんか両方とも新刊みたいな感じはするんですけどねあーあーいいねやっぱりアチキ先生のイラストね本当にね透明感があるしね色鮮やかだしねあのなんといっても一番個人的に好きなのが割とあちき先生が描いてるものなんですけれどもあの結構夜の 空というか夜空をですね、非常に描かれている。ま、背景もそうなんですけども、キャラクターにうまく混ぜ込んだりとかしているイラストもあるんですけども、本当にそれがね、美しいので、ぜひね、あの皆さん、ツイッターのね、イラストもぜひ見ていただきたいんですけども、多分ね、あのツイッターの ID か何か多分貼ってあるかもしれないので、よかったらね、あのイラスト見てみてください。で、カレンダーは、とりあえずちょっと開封はなしでいきたいと思います。というわけで、改めてこんな感じです。プラスチックのフレームに入っています。量が多いので、どんどん行きましょう。というわけで、続きましてこちらですね、え、ー 森倉園先生の新刊となります。こちらがですね、あの、購入したのが、これだけ虎の穴なんですよ。なんでかっていうとですね、あの、新刊の、あの、買いたかったやつがですね、メロブでもう、う攻売り切れちゃって、速攻売り切れちゃって、買えなかったんですよ。で、売り切れちゃって、もう、しょうがねえってなって、あの、虎の穴で、とりあえず購入させていただきました。もし再入荷何かがあったら、ね、ちょっと買おうかなと思ってるんですけれども、今回はですね、冬の女の子がテーマに描かれていた作品になります。はい、というわけで、こちら。あー、もうイラストがいいですね、はい。で、こちらのイラストがですね、コミケの割り 直前ににえー、とアップされててていたイラストになっておりまして本当にね、非常にすごい出来なんですよ。なんとですね、あの、ゲスト参加のイラストレーターさんが2名いらっしゃいますね。これは、これはいいですね。あー、これはアップされてないイラストかな。結構ですね、あのー、今回は、あま、まだ出てないイラストが、これは、これは、すば、すばら。 素晴らしいで、今回ですね、デートをテーマに女の子のイラストを描いていらっしゃいまして、で、本当にですね、もう、すば、すば、素晴らしいで、今回は女子高生を描いているみたいなんですけれども、今回ね、あの、ピクシミにアップされているイラストはもちろんなんですけれども、それにプラスして、本当にね、非常に素晴らしいイラストが詰まっていました。いやー、もうこれはね、もう、買いですよ、もう本当に。でですね、あの、特典ですね、ついてきたのが、えー、クリアファイルですね。まあ、こちらですね、猫も可愛いですけれども、女の子が本当可愛い。 こちらをご紹介させていただきたいんですけれども僕をねよく知ってる方だったらご存知かもしれませんがちょうどですね僕が11月の後半っていうか下旬本当に下旬からですね YouTube とかイラストとか、えー、その他諸々ですね今ガチで今やってましてでですね僕はあのイベント参加とかそういうのはねちょっとまだやってないんですけれどもそんな中結構スルーしてしまったイベントがありましてその中でも、えー、コミティアをですね前回スルーしてしまいましてそう2月に申し込みができなかったあのコミティアですねでちょっとコミティアで買えなかったねあのこちらですねあの森倉先生のブランケットをちょっとご紹介 紹介させていただきますいや本当にねブランケットねめちゃめちゃ重宝するんでめいいんですよねいやブランケットねめちゃめちゃ重宝するんであーもうね普通に使えるんでいいですねはいというわけでこちらがね秋の絨毯だったかなっていうタイトルでえー、っと確か ピクシムにイラストとかアップされてたと思うんですけれどもいやー素晴らしいですね秋の絨毯だったかな合ってるかなちょっと不安ですけれどもあの非常にねあの読書の秋らしいイラストですよね撮影日冬ですけどこちらはですね質感も非常にいいのでほんと柔らかくてあったかそうな感じですねで僕はですねこれをちょっと今回は膝にかけて使っていきたいかな以前購入したですねあの秘天先生のブランケットもあるんですけれどもこちらがですねあの止められるなんかポンチョっぽくできるんでまあこれをねあの肩にかけて、えー、これで止めてあのこれをひにかけて 膝にかけるって言ったようなね。感じでちょっと使っていきたいと思います。神石のグッズを身につけることによってね。紙イラストを描きたいっていうですね。あの僕の願望です。はい、というわけでどんどん行きますよ。という感じなんですけれども、続きまして、リモリモ先生だったかな？書いてあるかな？どっか。 あ、リモ先生だってましたね。ちょっと僕最近ですね、チェックさせていただいたイラストレーターさんの方で、もしかしたらライトノベルとかでもどっかお世話になってたかもしれないんですけれども、非常に魅力的なイラストをね、描かれていたので、ちょっと今回購入させていただきました。で、今回が5リーフというところでございまして、え5 5だから5回目のあれなのかな参加、えー、なのかわからないんですけれども、えー、JK だっ 二人がメインでメインかな、うん、JK がメインでイラストが描かれているといった感じになっています非常にですねもう本当可愛らしいイラストがですね満載の一冊となっておりますはい続きましてうなさか先生ですねこちらの作品もですね女子高生がメインでいいのかなで描かれている作品となっておりましてあんま上げられないけどねあのこういった感じであああんま見せるとねあの怒られちゃうんですけれどもまあこういった感じで女子高生がたくさん描かれています はい、続きまして、アルテラ先生です。アルテラ先生はですね、最近だったあの、2時、3時のね、夜見でね、ちょっと僕はお世話になっているんですけれども、え、ちょっとね、あ、夜見だー夜、夜見がいたーえ、今回テーマとかはないのかなとりあえずですね、えっ、ー、と、制服の女の子が多めで描かれているというわけで、確かにそうなんですけれども、それだけじゃなくてね、やっぱりアルテラ先生ってすごい色彩感覚がね、素晴らしい方で、本当にね、色使いがとても綺麗な方なんですよね。 本当にイラストの見せ方が上手い先生だなと思っているので、本当にね、素晴らしい一作ですね。こういった感じのね、お姉さんとかも本当に素晴らしいので、こちらも、ね、Twitter とか p i x i v でイラストが載っているので、ぜひの皆さんチェックしてみてください。続きまして、めめもりくんにはかなわないの、これ、ボリューム2というわけで、まあ。 続編ですかねでこちらの作品が TS ものなんですけれども Twitter でイラストをね見させていただいていいなと思ったので、まあ、購入させていただいたのですが結構漫画形式となって、えー、書かれている作品なので非常に読みやすいですし内容もね非常にこれ何ページあるんだちょっと数えるのが面倒なんですけれどもなんか清成先生があのデザイン担当されてるみたいですねまた、まあ、前回買わせていただいて 作品の続編とということになります続きまして、こちら、秘伝先生ですね。わ、すごいバーコードがちゃんとついてるいやー、これすごいなで、なおかつ、これね、表紙っていうか、質感が異常なレベルなんですよね、これ。これ、伝わりますかねめちゃめちゃお金かかってるなっていうの、ほんとよくわかるんですけれども、こういうね、あの、羽とかのエフェクトっていうか、あの、やつもそうなんですけれども、紙自体の質がほんとに素晴らしいですね。 というわけで、えー、今回のイラスト集も本当に素晴らしいですね。 で、こちらの作品のタイトルが、プティアミっていうことなんですけども、これがフランス語かなんかだったかなちょっと調べたんですよね。フランス語か何かで、彼女とか恋人とか、そういう意味のある言葉だったと思うんですよね。で、まぁ、あ、そんな感じのイラストが描かれているよというところでですね、えー、そんな彼女や恋人がね、あの、非常に美しく描かれている一作となっております。続きましてと、大阪あさ、あさき先生ですね。えー、今回は、えー、メインドと武器、 っていうのがメインテーマで描かれている遺作となっておりまして、こうね、あのイラストもね、あの想定もね、非常にシックな感じに仕上がっておりまして、本当にね、あの、まあ、今回はメイド×武器というところでございまして、結構こういうメイドと武器っていうのはね、結構割とありがちなジャンルではありますけれども、まあ、その中でどう描かれているのかっていうのは非常に期待ですが、これメイ,これメイドメイドか。ジャパニーズソード。はあ、なるほど。 そのメイドと武器の組み合わせが非常にあの面白い一作となっております。続きまして、風み先生です。というわけで、こちらの作品がですね、いろいろまとめてあるえ作品となっておりまして、あ、そっか、ラノベの表紙とかも結構書かれていたり、えっ、ー、と、先日ね、あの、ホルライブでデビューしたね、あの、クソ雑魚回鮮のね、あの、わためちゃんもね、あの、イラストがあったりとか、非常に素晴らしいイラストが入っておりますね。 僕ですね、このイラスト実はめちゃめちゃ好きなんですけれども、こちらのイラストもですね、ぜひピクチブなどで、あの、ぜひ皆さんご覧ください。というわけで、えっ、ー、と、ふうみ先生の一年が詰まった一作となっております。続きまして、ガオ先生です。表紙がね、あの、本当に可愛らしいアクアちゃんなんですけれども。まあね、同じくホロライブのね、アクアちゃんのお母さんでいる、 ガオ先生なんですけれども、今回はね、あの、アクアちゃんのイラスト本というところでございまして、本当にね、あのー、素晴らしいです本当にですね、昔から VTuber をたくさんですね、見てきましたし、今もですね、本当に追っていまして、まあ一番今見てんのやっぱり二時三時とホロライブなんですけれども、そんな中ね、あの、ホロライブ、アクアちゃんの、 あの、なんて言うんですかね。普段の発言とは関係なしに非常に楽しめるイラストとなっておりますね。これ、これなぁ。これを見た後に本人を見ちゃうとちょっとギャップでちょっとすごく風邪引きそうな気はするんだけど、たくさんのシチュエーションが描かれているね。あの、アクアちゃんのイラスト本というところでございまして、VTuber 好きのね、あの、ホロライブ好きな方はぜひね、あの、買ってみてはいかがでしょうか。本当にね、これちょっと今、見たけどね、これ素晴らしいわ。 はい。というわけで VTuber 繋がりでいきましょう。続きまして、ミカピカゾ先生です。もう表紙がね、あの、ピンキーちゃんとルナちゃんというところでも完全にね、あの、もう、VTuber の本と。で、VTuber だけじゃなくて、今回はですね、あの、まとめ本みたいになっておりまして、いろんな作品の二次創作ですね、が、えー、入っているものとなっております。で、えー、っと、ルナちゃんと、 えー、ピンキガイは全部二次創作ですね。リゼロとかね、カードキャプター桜とか、コナンとか、えー、五等分の花嫁とか、アイマスとか、グリッドマンとか、FGO とか、えー、ヒロアカとか、まあそういった、あ、プリプリとか、えー、ラキスタとか、えー、そういった作品のですね、イラストがまとめられた一作となっております。 まあ、イラストのタイトルがリクエストっていうところでね、まあ、二次創作にかけているんじゃないかなというところでございまして、まあ、表紙がね、完全に VTuber イラストかなと思わせるような感じですけれども、ま、ミカ、ピカゾ先生の、えー、っと、二次創作の作品がまとまった一作となっております。はい、VTuber ながりでいきましょう。あ、こっちか。君に花束をというところで、シグレウィ先生のね、作品ということで、ウイママはね、あの、配信よく見させていただいてるんですけれども、まあ、今回はですね、あの、まあ、二次三次とかホロライブの、えー、VTuber が、えー、と、 とと描かれた、えー、一作となっておりますすでですねクリアファイルついてくるんですけれどもこれですね僕めちゃめちゃ好きなイラストで「えー、っと寒そうな君にミルクティーをっていうタイトルの作品なんですけれどもでこちらのイラストをですねあのー、元に僕イラスト描いたことがあるんですけれどもまあそのイラストを描いた時の解説のねあの記事がブログでねあの書きましたのでよければね概要欄からぜひチェックしてくださいまあそんな話はねさておきましてね、えー、こちらどんな内容かなというと主には二時三時とホロライブですね をまとめたり、まあ、個人税でサナちゃんとか、あとは企業だとね、あの、ユニちゃんとかいますけれども、基本的には二次三次とホロライブがまとまった、えー、イラスト本となっております。スバル本ということではないんですけれども、まあ、VTuber がまとまったイラストとなっております。またまたですね、VTuber ながりで、えー、おしお先生です。おしお先生で,ですね、最近ですね、ホロライブの4期生のね、あの、あまねかなた、PP ピピ天使ですね。はい、PP 天使でのお母さんになりましたけれども、今回はね、泣け泣け少女というところで、やっぱりですね、おしお先生ってかあのー、あの、なんてう 失恋をねあのー、失恋のね女の子を描くのがね非常に上手なイラストレーターさんの方なんですけれどもまあ失恋だけじゃなくってえっ、ー、と悔しさだったりとかまあさあでもあほとんどが失恋だいや2学も甘酸っぱいねあの少女たちがあもうね胸がいっぱいになる本当に泣いてこそ前を向けるっていうところがね描かれているところで本当に素晴らしい一作です え続きまして、とまり先生です。最近ね、ラノベの挿絵などでもお世話になっておりますが、わー、もう完全にですね、あの、ノリが女性イラストレーターですね。で、今回がですね、とまり先生のオリジナルキャラクターでいいのかなの、まりちゃんのまとめ本になっているみたいですね。で、それプラスしてゲスト参加のイラストレーターさんの方もちらほらいらっしゃるので、まあ、気になった方はですね、あの、ぜひチェックしてみてください。 続きまして、ュ波先生ですね。で、こちらがですね、横長になっているんですけども、まあ、どんな感じかな。あー、すごくいいですね。見やすいですね。いつもと変わらない毎日だけど、そんな日常が好きだった。わかるよ。まあ、当たり前の日常なんだけれども、やっぱり人間って人生短いんじゃないですか。だからこその日々が美しいってね、あの、FGO の色彩っていう曲の歌詞にもありましたけど、まあ、若干ニュアンスが違うかな。でもまあ、色彩の歌詞にもありましたけど、本当にね、毎日が愛おしくなるよね,ね。そんな女子高生のね、あのー、 日常描いていててる遺作となっておりました続きましてご紹介させていただきますのが、えひゅう先生です。というわけで、一番最初に謝罪の方をさせていただきたいと思います。というわけでございまして、まずは謝罪の方からさせていただきたいと思います。以前アップさせていただきました動画におきまして、名前を間違えてしまいました。誠に申し訳ありませんでした。 というわけで、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけれども、その時もですね、あの、名前、あれ合ってたっけっていう疑問があったんですが、本当にね、間違ってましたね。というわけで、あの、ひなたではなく、日向先生です。はい、というわけで、こちらのイラストなんですけれども、で、二次創作と、えっ、ー、と、普通の、えー、本人が描かれているイラスト、半々といった感じですかね。でですね、あの、僕があの動画でね、あの、ご紹介する時に間違えちゃったあの作品なんですけれども、あの、 ソシャゲームのね、あの作品とかの、えー、情報も載ってたりします。結構ね、ボリュームがある一作となっております。はい、そしてラストを語りますのは、調べ先生です。今回はですね、竜王のお仕事の落書き本というわけでございまして、竜王のお仕事のね、イラストがたくさん詰まったイラスト本になっております。あ、いたぞ、いたぞ、竜王じゃない人がいたぞ、玲奈がいたぞ。今回ですね、姉弟子以外にも結構みんな全体的に描かれておりまして、まあツイッターでアップされていたイラストだったりとかが、えー、まとめられている一作となっております。 いやー、11巻で姉弟子がやばかったんでね、ほんとね、姉、姉弟子が素晴らしいんじゃー。竜王の仕事が好きな方はね、もう買わなきゃいけないだろうというようなね、非常にですね、魅力が詰まった遺作となっております。はい、というわけで大変長くなってしまいましたが、えー、今回何作だったはい、あ、お意外と重いな。はい、というわけで今回は、えー、合計で17作品ですね、あの、購入させていただきました。 で、柔軟作品あると、な、地味に重いっすね。なの1十冊分ぐらいはありそうっすね。はい、というわけでですね、今回ご紹介させていただいたわけですけれども、おそらくなんですけれども、概要欄の方にご紹介させていただいたイラストレーターさん方だったりとか、まあ、もしくはサークルとかの方なんですけれども、お、えー、っと、多分 Twitter の ID か何かをですね、おそらく、多分リンク何か払って、 ていると思うので、興味があった方はですね。ぜひチェックしてみてください。というわけで、今回はまあコミックマーケット97のまあ戦利品ってわけじゃないんですけれども、まあ、委託から購入した作品の紹介でした。 長時間ね動画を撮るとめちゃめちゃ顎が痛くなってねカミカミで申し訳ないんですけれどもでこういった作品とかもそうなんですけれども中身ってやっぱりなかなか見せられないじゃないですかまあ、なのでですねあの興味があった方はですね是非イラストをねあの Twitter とか Pixiv で是非調べていただいてあの興味があったら購入していただくみたいな形が一番やっぱり理想的なんかなで本当にあの素晴らしいイラストレーターさんっていうのたくさんいらっしゃいますので興味があった方は是非チェックしてみてくださいというわけでご視聴ありがとうございました 宣伝をですね、いつもやっているんですが、僕の宣伝めちゃめちゃ長いのでですね、あの、ぜひ皆さん概要欄から、もう僕に関することは全部概要欄からですね、ぜひチェックしていただけると幸いでございます。概要欄の方にはですね、えっ、ー、と、LINE スタンプとかイラストとか最近販売しているものだったりとか、えー、Twitter、p i x i a とはブログだったりの情報も載っていますので、ぜひね、あの、僕のことが知れて、噛んだ、えー、知りたいと思った方はですね、ぜひ概要欄をですね、あの、ご一読いただけると幸いでございます。 というわけで長くなってしまいましたがこのぐらいで締めたいと思いますというわけでどんどんお宅の沼に使っていきましょうというわけで次回の動画もまた見てねバイバーイ